浮かせたの浜山はダンス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 寿司レインドライ寿司レインドライ赤さてな浜やらは超回転寿司ストライカー銀さん、こんにちは、土の子です。さあ続きやっていきましょう。なんかみんなのコメント見ると、あのハテナハテナハテナで前回出てきたバブリーな人、あれポケモンの小次郎の人みたいだねすげえな、みんな声優さんのこと知りすぎでしょ僕全然気がつかなかったんだけど寿司ストライカーはマジ声優めっちゃ豪華だね。いろんなね主役級のキャラやられてる声優さんが結構メインを張っててびっくりしました。あの声優に詳しい人はどんどん声優当てゲームが始まってる感じですが、さあ続きやっていきましょう。リスナーさんかと思ったら、ソスナなのリスナーじゃなくてソスナだった、ちょっとよく分かってないんだけど、リスナーかと思ったけど違うのかな。さあちょっと会えるかな、早速やってみましょう。あ、普通にバトルからスタートですね。じゃあイベントのとこまで飛ばしちゃいましょう。皆様申し訳ありません。よし負けた、これで叱ってもらえるぞ。あのおばさんの部下大丈夫なの負けるのめっちゃ喜んでるで。お、レインボーロールでオレインさん、オレインさんも聞いたことある、いいやつだよね。お、次は隊長だお嬢様に叱ってもらうために負けたのです。隊長が一番心配な人だったわそんなに叱られたいのみんな。待て武蔵待て武蔵、お小次郎出てきた。あんたこの舞台にいたの。これからはソスナ様の時代、これで俺も人生バラ色さ。しかしソスナ様の前で赤い寿司を食うとはお前失礼なやつだな。あんただって赤い寿司は好きでしょまあな、だから最近は隠れてこっそりで、今のは内緒だいいこと聞いちゃった。ふん、そんなことはどうでもいい。新たに手にした俺の力を見やがれ。前はあの8コンボ以上しなきゃいけなかったね。俺だけが契約できた究極の寿司神バケゾウ、なんだって。おお、本当にこいつのスキルは桶狭間の戦い寿司フィールドを狭い激戦の地に変えるぜ細い道に皿重ねを遮られ、ろくに寿司も食えずに負けるがいい。勝負だ、帰ってきたライバル小次郎、見てろよ、なんか光ってるぞ。さあ勝負よ。おい、ずるいぞ。もう桶狭間の戦い。手前、あ、桶が本当に桶出してきてんじゃん。やった、負けねえぞ。あの8コンボのやつはもうやめたんだ。よし、いいぞ、し、寿司パワー寿司祭りだ。あ、くれんざら。うわ、オケが邪魔すげ。おら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 、寿司パワー、いけ。おら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 、100連ザラ、最後は100連ザラ。おらら、よし勝ちました。そんな寿司おけ地獄をどうやって乗り切ったんだ。どうって普通に焼けただけ、よけただけよ。くそ、また負けた。覚えてるよ、今日のところはおとなしく負けといてやる。なんなの、かわいいやつめ。ライバルだから最後の方に戦うんだろうな、チャンピオンロードでな。ほら食べてみて、食べてみて。おいしい、甘くてもらえたこんな寿司があったなんて。しかし自分が嫌いなネタを他人が食べることまで禁じるとは、ひどいやつね。そうすな、許せないわ。なんで赤い寿司嫌いなんだろう。
理由があるんだろうな、きっと。行くわよ。なんだ、フェニックスか。そなた頼もしい寿司の食べっぷりだな。食べている姿を見てそなたに興味が湧いたぞ。わらわの寿司を食すがよい。そなたにわらわとの契約を結ばせて。あ、いただきます。なんだろう、なんだと思う。予想していこう。鳳凰だから赤い、熱い、マグロ適当すぎでしょ。赤い、熱い、マグロ、来い、マグロ。おー、当たってたガチ当たりしてんじゃん。赤身、マグロの赤身でしたね。食いしいいいね。しかみ宝典と契約したグレートアロー。よろしい。あら、女の人の声でしたね。そなたにわらわの力を与えよう。スカジャンの裏地にストックされた。どれが使えるスキルなんだろう。ちょっとずつ使っていかないと多分覚えないよね。あ、出た、小次郎。チョリース。あなた、この前の。ナナ、今日の指名は眉な指数ですか。おりゃ、指数ではない、ちゃんと寿司と呼ばんか。あれ、向こう行っちゃった。下から出てくる。麻痺なら無芸しません。麻痺なら無芸しましょう。えい、そしてちゃんとわしの話を聞け。やれ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 だぜ。謎の寿司ライカー。じゃーん、ナナ、今度はなんだ。ドキドキボムバトル。ボムバトル、これこれ。これ取ると相手にボムが飛んでってボカンと大ダメージを与えちゃいます。でも取れずに流れちゃうとボムは自分のところに飛んできてボカン。取れば天国、取れなきゃ地獄。なるほど、まさにドキドキの戦いっす。じゃあ行ってみましょう。やってみよう。エーハーに行きましょう。お、来た来た。ちょ取れねえ。取れねえから、あんなの。取れねえ、早すぎ。こんなの。バリしてる。あ、スキル使えない。やろ。あ、なんかスキル使えなくなってたけど投げて勝った。シス眉ガトアリした。シスが眉でガトアリ、混乱してくるわ。わお、ドイツ、こちらあげちゃいます。なになに、炙りバーナーを手に入れた。お、炙り、僕縁側の炙りが大好きです。寿司紙に使うと一部の寿司が炙られて美味しく。おい、寿司紙を焼くんかい。寿司紙の出てくる寿司を焼いて。寿司紙焼いちゃダメでしょう。あなた一体何なの、まさか帝国軍。いや、帝国でも寿司は神聖なもの、シスなどと呼ぶやつはおらんはずじゃ。これなんか分かってきたけど、この人来が嫌っていう最初に言うのって、あの声優さんが嫌しか入れてないからじゃないのこれ。なんか、あ、喋ってる感あるけど全部嫌しか言ってないんじゃない。僕はですね、チャラオってもんです。おい、チャラオかい。でもってな、見た目通りの名前だな。帝国だけじゃなく、いろんな業界に顔出してる事情通ってやつっす。共和国にも来てたの。業界、そうだ、あれ見りゃバツイチわかる。バツイチじゃなかった、パツイチ一発ってことか。昔超ビップと取ったんじゃ。ビップ、そうそう、有名人っすよ。クリビツ間違いなし。誰、じゃーん、伝説のシースーライカー十兵衛さんっす。おい、まさか父親じゃねえだろうな。父さん、私の父さんよ。なんと、なんじゃと、伝説、十兵衛さんのお嬢さんっすか。パーネー、どういうことじゃ。お主、写真の男を知ってるのか。無知っす。知ってるも何も。あー、しまった、うん、ケツカッチン、ケツカッチン、シータク飛ばしてギロッポンまたギロッポン行くの。ギロッポン行ってる割には結構頻繁に会うね。十兵衛の名はわしも耳にしておる。
まさかお主の父じゃったとは。そうか、知らなかったわ。父さんが伝説の寿司ライカー。父さんってどんな人だったの？私よく覚えてないの。小さかったし何も言わずに出て行ったから。武蔵十兵衛はさっきの対戦で共和国一とも言われた。まさに伝説の寿司ライカーじゃ。寿司を愛し、寿司と共に生きる。言わんのかい。全てを寿司に捧げた男だったと聞く。全てを寿司。だがいつの頃からか噂を全く聞かなくなってな。そうか、父さん戦争でやられてしまったのか。心を強く持って。ここは陣内さん喋んないんだ。いいシーンなのに。それほどの男じゃなかろうっていうのかと思っちゃった。危ねえ。きっとどこかで生きておろう。寿司を愛する者は寿司にもまた愛されるのじゃ。そうですか。わ、出てきた。キランキランキラン。あ、出た。おやおや、まだうろちょろしてたのかい。で、どう見てもリスナーさんに見えるんだけど、これ。このリ、この層。怪我しないうちにお帰り、赤い寿司のお嬢ちゃん。もう、子供扱いしないで。おばさん。どっちもおばさん言うな。お話中、失礼します。次の予定のお時間です。あら、うん、スイーツタイム、いいな。じゃあ、ボーイズたち、あとは任せたわ。ダンスしてんじゃん。はい、お嬢様。でも負けたいんでしょ、怒られるために。よし、まさか破れるとは。いい感じ。お見事、あなたならソスナ様を。え、どういうこと。なんだ、含ませて。お見事です、武蔵様。ありがとう。あなたならお嬢様、ソスナ様をお救いできるかもしれない。どういうこと。ソスナ様はかつて赤い寿司をこよなく愛するレディでした。そして彼女には同じように赤い寿司を愛する恋人がいたのです。しかし、なんだって。その恋人はある日突然別れを告げ去っていた。傷つかれたソスナ様は思い出の詰まった赤い寿司を見るのも嫌になり、この世からなくそうとまで考えるように。失恋の悲しみからかつて好きだった寿司を拒絶してしまうとは、なんと不幸な。お願いします、武蔵様、ソスナ様の心を救ってください。よし、任せて任せて。さすが武蔵様、ではこの契約皿をお持ちください。なんと、あらあら、かわいい。なんだろうな、クマは。クマ、何出てくっかな。アナゴ、やっぱ鮭か。クマだから、あー、イクラだった。あ、まあ鮭だもんね、鮭の卵だから。そうか、やっぱり鮭系だったな。これが赤い寿司。くー、おいしいわ。クマ店と契約した、バイバイシュートだ。すべてソスナ様のために。そうか、君はソスナさんを。次、じゃあソスナと対決するのか。行くわよ。おい、ソスナ、いっけない、遅刻遅刻。おやおや、よくここまで来れたね。赤くてまずい寿司で。えい、赤い寿司は美味しいんじゃ。子供たちもみんな喜んでくれた。あなた昔は好きだったんでしょ。赤い寿司には何の罪もないわよ。お黙り。お子様には私の悲しみは分かりしないよ。勝負よ、覚悟を。シワが増えちゃいますよ。ソスナさん、待てまた。シーリ、こいつは、武蔵は俺に倒させてください。またうっぜえのが来たわ。何言ってんだい。さっさとケチョンケチョンに負けといて。もう一度、もう一度チャンスを。
必ずこいつを倒してみせましゅ。じゃあおやり。ただし負けたらうちのタイをクビだよあんた。クビ？またクビ？しょ。久しい。俺に何の恨みがあるんだおい。あれデジャブかなこれ。なんかちょっと前に見た気がするぞ。やれやれだぜ。おし行くぜ。勝負だ。さっきと同じかなスキルは。畳帰ってきたライバル。帰りすぎだろ。見てろよ。はい。さあいただくわ。オケハザマの戦い。出た。オケハザマか。そうか。よし寿司パワー。寿司マジでノマに追加だら。おら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 。あーマジか。残っちゃった。400いけると踏んだのに。今バリアシールド。チャージ100連発。よし勝ちました。俺に何の恨みがあるんだ。わー全部向こうからなんだけど。全部小次郎の方からなんだけど。勝負を挑んでくるから。そうだよね。くそーまた負けた。覚えてろよ武蔵のバカ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 。なんなの。いや子供すぎでしょ。同い年とは思えないな。あ、これソスナと対決するんじゃないの。行くわよ。なんだったんだいあの泣き虫は。じゃあ仕切り直しだよ。かかっておいで。よっ。の、なんだ眩しい。美しすぎる。これはまさか。光の衣さ。なんだって。この光は赤い寿司で重ねた皿の攻撃を全て受け流しちまうのさ。なんだって。いかん。赤い寿司が1枚でも入った積み皿はこのスキル発動中攻撃力がゼロになるぞ。なんだって。気をつける。サーモンやマグロは赤い寿司、つまりわしにとって天敵と天敵と言えるスキルじゃ。言っただろ赤い寿司じゃ勝てないってさ。なるほど、そういうことを挑んでくるのか。なるほど、そういう時は編成がいいんじゃないか。編成で赤い寿司を持ってないやつに変えるんだ。サーモンマグロ、あこれ大丈夫か。よしこれでいいんじゃない。そういうことでしょう多分。サーモンが入ってなかったらいいんだから。サーモンマグロ。愛と寿司のハンター将軍。あたいを楽しませておくれよ。さあ行くぜ。いただくわ。光の衣。ちょっと待って、めっちゃ赤い寿司あんじゃねえの。くそ気にしてたのに。どう本当にダメージ食らわないの。寿司祭り行くよ。あ結構食らってる食らってる。それやりは次きた。光の衣。レードだ。あ光の衣中はダメってことか。よし。やったー。リアシールド。よっ。や結構ほらダメ食らってこれた。寿司祭りだよ。バイバイシュートー。これなんてどうだ。やばい結構ダメージ食らうな。これなんてどうだ。寿司祭りだよ。
やべえ。いや、いい勝負。おら、来て来て、これ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 、よし、勝った。光の衣がまさか破られるのなんて。赤い寿司以外の寿司だってあるんだもんね。勝ちました。負けちまうとは、あたいも焼きが回ったね。もう一度食べてみない？前は好きだった赤い寿司を。なんだって？冗談はやめとくれ。わしが腕によりをかけた人さ。それでダメならもう何も言わん。何食わすんだろう。やっぱ大トロ炙りサーモンみたいな。食べて。うん、食べなさい。あ、普通のサーモンじゃん、おい。普通のサーモンやん。うん、食ったんかい。美味しい。美味しい。そんな、なぜ。いや、だって昔好物だったんでしょ。うん、寿司はお主を裏切らぬ。たとえお主が変わろうと、寿司は変わらず、いつでもお主のそば。寿司はいつも君のそばに。あの頃を思い出すね。そうや、悲しいことばかりじゃない、楽しいこともたくさんあったっけ。赤い寿司と一緒にそれまで捨てちまおうとしていたんだね。うん、遠慮はいらん。もっと食べて、もっと取り戻すがいい。あたいが間違ってたよ。私、これを持っておいき。ソスナ、鍵を手に入れた。赤い寿司が好きな。普通のお嬢様に戻るよ。お嬢様な。ありがとう、寿司ライカ、武蔵。うん、かわいい。超回転寿司ストライカー。なに、ソスナが。ねえグロム。あら、これは皇帝陛下。聞こえたよ、ソスナが降伏したみたいだね。そのようです。どうするの。ご安心ください。次は私が帝国の真の力を見せつけてやりましょう。次あれと戦うの。はあ、お腹空いたな。第5章、鉄壁の要塞。素晴らしい。ボナペティ武蔵君。君の活躍のおかげで交易の町バランまで来ることができました。それほどでも、それほどでも、帝国大橋を越えればいよいよ皇帝グラードのいる帝都です。このまま一気に行きましょう。これ以上の進軍は一旦見合わせようと思います。帝国大橋を越えるに帝都防衛の要、帝国帝国軍要塞な、全部話すんかい。必要なのです。はい、そうですか。要塞なば、うん、帝国の誇る大要塞じゃ。これまでいない激戦となるじゃろう。しかも悪いわ。そのナバに元帥グロムが入ったそうなのです。なんじゃと。あのグロムが。ち、二人だけで話進めないでよ。誰なのそのグロムって。帝国軍の頂点に立つ男、そして最強と謳われる寿司ライカーじゃ。そして武蔵、お前の塔。なんですって最強、お前の塔。いや、本当なのかな、みんな言ってるけど。難攻不落の大要塞を元帥グロムが指揮するとあってはですか。しばらく時間を空けて兵力の増強を図りたいのです。お、増強とな、ええ、各地で寿司ゲートを開放を進める同士、彼らに兵員を送ってもらいます。長期も生まれようと。でも、そんなすごいやつがみずみずみすみす時間をくれるの。グズグズしてたら、この町ごと囲まれてやられちゃわない。確かに。わかりました。ではここは両面作戦といきましょう。両面作戦。我々本体、世界中より集まった兵を迎え入れて戦力アップに努めます。その間君はナバを攻撃し
奴らの注意を引きつけてください。やれ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 だぜ。いいですか。必ず後から駆けつけます。それまで絶対無理はしないように。どうかな。まあなるようになるって。ケセラセラ。狙い通りです。扱いやすくて助かりますよ。プー、これで万が一にブグロムを倒せれば本体は無傷で帝国に侵攻できる。やべえやつだなあいつ。デデー、何これ、温泉街招き。あ、また本編、本拠地に戻った感じかな。武蔵藩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 、はい、ダータン、また新しい施設ができたみたいね。この隠れ里に身寄りのない共和国の子供たちのための施設ができたんや。お、ようやくか。ようやく寿司を食わせてあげれるのかな。あとでぜひ顔出したってや。きっとびっくりする。あ、いるんじゃないか、この間の女の子も一緒に。この店なんやけど、そろそろ増築しようと思いますね。増築して店が広くなればお客さんから直接話を聞けるかもしれへんで。ほうほう、いいね。お、大きくなると大勢に寿司を出すようになって、キャッテン様が大変なんや。そうかそうか。前に遺跡の研究をしてた頃の古い文献で読んだんやけど、海の近くで見つかる不思議な石が寿司神様の力を強めるらしいんや。武蔵藩、それを探してくれ、来てくれまへんか。参考必要なんや。任せて任せて。全部引き受けてるやん武蔵。頼まれたら断れない子。はい、ということで、まあ、今回はじゃあここら辺で終わっときましょうか。なんかいろいろやることができて、おい左下もしかしたらとか言ったけど、もうネタバレが入ってんだけど、左下にここら辺は次回で見ていきたいかなと思います。今回はソスナが、ちゃんと改心できたみたいでよかったかな。次回はどこまで進めるんでしょうか。こんなにでもトントン拍子で進んでいいのかな。もうすぐ終わっちゃう感じ。そんなことはないよね。ということで、よかったらまた次回も見てください。それじゃあ土の子でした。